ジャン・フランチェスコ・マリピエロは、イタリアの作曲家、音楽学者、モンテベルディとビバルディの皇帝者として有名、ベネツィアに生まれる。祖父は、オペラ作曲家のフランチェスコ・マリピエロ、家庭の困難から、絶えず音楽教育を妨げられる。作曲家、マルコ・エンリコ・ボッシに、大宝を学ぶことを止めてから、モンテベルディや、フレスコ・バルディのような、古いイタリアの音楽を、 手図から筆写することによって独学を続けた。イタリア古学との関わりが必成の事業となったことからすると、その時期は重要な振り出しであったと言える。1904年にボローニャに行き、ボッシを探し出して学習を続ける。学習期間を終えると、盲目の作曲家アントニオスマレイリアの助手となった。1913年にパリで、 ストラビンスキーの春の祭典の初演に接し、その後間もなくアルフレード・カゼ・ラットで会う。この頃、ローマの聖チェチーリア音楽アカデミーに提出した4つの作品が入賞する。これには裏話があって、別々の偽名を用いて提出した5つの作品のうち4つが同時に入選したのであった。1921年に海よく、乾燥、アーゾロに落ち着いてから、 1926年から1942年まで、モンテベルディ全州の工定に取り組み、1952年以降は、ビバルディの競争局のほとんどを工定した。1923年にカゼ・ラ・ヤ・ガブリエレ・ダヌンツィオに協力して、新音楽協会を設立する。1932年、ベネツヤア音楽高等学校の教師となる。 1939年から1952年まで、その運営に関わる。1933年、ルイージ・ピランデッロの台本によって歌劇、取り違えられた息子の物語ラ・ファボラ・デル・フィーリョ、コンビアットを作曲するまでムッソリーニとは良好な関係にあったが、この作品によって、ファシストからツーバを浴びせかけられた。1935年、次の歌劇、 カエサルジュリアス・チェーザレをムッソリーニに検定したものの、これは何の助けにもならなかった。1936年からパドバ大学の教壇に立つ。1952年、作曲に専念するため再びアーゾロへ戻る。1973年8月1日、トレビーゾの病院で死去。マリピエロはカゼラと共にイタリア気学の復興に尽くした。 1880年代生まれの作曲家に属する。初期のマリピエロの作品は主にフランス印象主義音楽の影響、とりわけドビュッシーの影響を受けており、自由な形式と非伝統的な楽章構成、斬新な家政法と戦的な対法を用いて作曲を続けた。そのため、そなた形式や風雅に縛られることを拒否した。 風、らほど極端から極端へと渡り歩くことはなく、イタリア的な旋律の魅力は放棄されていない。多数ある公共曲のうち、第4番は、空席付ビ夫人、ナターリアの追悼音楽であり、第6番は、弦楽合奏のための作品である。モンテーニ、ブルーのマデルナほか、ダンラ・ピッコラと異なり、自ら無調や十二音技法を用いることはなかったが、 学生が新たな作曲技法に挑戦することに寛容だったと言われる。ありがとうございます。